ここからっすか。もうダメだ、もうわからん、タイミングが。やめましょうよ。見とく？見とく？じゃあ見ておこうか。いけますよ。黒いな。これがなんだ、突き出してくれたらガスが、あ、こう上と下でこれ操作できるんだ。これでこう止まったりなんだり。どっから来たっけ。うわうわうわ、笑えねえよ。恐ろしきデスエレベーター。あ、行っちゃってよかったんだ。多分もう行けたな、多分。あり、あそこの、ま、真ん中さえ回避すればあとはもう行ける。よしよし、行ける行ける。よしよしよし。おい、まだある、まだあった。よし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 、やったって。ここどこだ、敵の施設内に。ってか山下は何を目指してるの、そういえば。今更だけど復讐かな。敵の施設に乗り込んだ。びっくりした、どんな罠かと思って。あ、これは、そうですね、知っている人は知っている。ため打ち可能になった。すげえ、こういう攻撃なんだ。あ、ちゃんとショットガン撃てる。ショットガンじゃない、ビームを撃てる。シールドも作れるし、ため打ちも可能。来ましたね、これ。どんな高性能な扱いしてるの、これ。すっごい武器だな。すごい発想だ。無知からビームとかシールド展開できるなんて斬新だな。あ、これ壁か、壊すんだろうな。あれ、これ壁じゃないのか、これ。ん、壁なんじゃないのこれ。あれ、え、あ、これドアか。マリオ方式。おっ、DJ、BJ。おい、こっからか。よしよしよし。まあ、大丈夫。これは慣れてる。よし、撃て。撃て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 。早く撃てや。あれ？どうもなんか前回と違うな、動きが。よしよしよし。軽く一発か。結構これは難しいな。これなんだろう、上の仲間たちを、いい山下たちを助ければいいのかな。お、お、なんなんだ、 3D になったな。奥行きが、奥行き表現が難しいな。おいおいおい、押し倒された。こっちは連射ができないから不利だな。まあいいか。よし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 、愚直ダッシュでいけた。おい、ちょっと待て、敵が挟み撃ちというか、あーじゃん、追ってきたんだ、さっきの。で、来るから俺のシールドを作って。あー、近づきすぎた、くそ。よし、作った。とりあえず壁をいっぱい作っておこう。50ぐらいにしておくか。よしよしよし、これなら。あ、接近してきてる。これは早めに蹴りをつかなければ、ね、あー、結構、これじゃあ撃退するんじゃないのかな、もしかして。こう壁を作っておく間にこっちの方、これを壊し続けるという。逃げる、こういうことだろう、多分。逃げる逃げる逃げよう。よし、やつらがため打ちしてこないから、あ、これでよかった。よし、逃げるぞ。あー、なんだ、また来るんじゃないか、追っかけて。来ないか、追っかけて来ないか。あれはため打ちしてどうこうなるもんじゃないだろうな。あの上にあるのに引っ掛けてなんかやるんだろうけど、下のこいつはどうしようかなって。こいつなんか異妙に足が生めかしいな、気色悪いな。何この、なんかすっ、なんか気持ち悪いね、この腰のひねりっぷり。この人
あ、ジャンプするつもりじゃなかった俺は。よし、ほんでこれどうするかって。どうしようかな。このしなやかウォーキングをするこいつを、まあ、下に、お？え？なんだ今の。ちゃんと見てなかった。まあ、とりあえずあっちに行っても即死するだけだからね。けどやっぱこの下のやつを倒さないとダメだ。なんとかして。降りたらすぐ撃つか。今だ。ああ！違う！タイミングは難しいな。とか、しないとか。ああ、ダメだ！結局どうすればいいのか、これ。下に降り倒すってんじゃないのかな。わからん。なんかロープを使うから。ロープをこう、ターザンごっこをしてる途中でロープを離すとかってゲートができるのかもしれない。それでうまいこと反対側に着地するみたいな。やってみるか。お！おお、ちょっと言葉を失ってしまった。すごいご都合主義だな、相変わらず。でも突破できた。うわあ、これまたか。なんだこのなんかスイッチっぽいのあるな、左に。これ壊すのかな。うわあ、あれを壊し損ねたら命を失うと。そういうことか。これは難しい。タイミング命。おい、いけ。うわー、おい、いけ。難しすぎないかこれ。なんだこれは。このタイミング、おし、いったな。よし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 、まだあるだろ、どうせまだあるんだろ。怪しいな、怪しいぞ俺やっぱり。おーい、どのタイミングで行くべきか。今だ。よし、あら、なにこれ、助けるのかな。なに、ちょっとなんか、はい今日本語出なかったか。はいって言わなかった。お、ちょっと彼の言葉聞いていこうか。はい。お、山下って言ってる。山下って言ったな。よくわからん。あ、こっからだ。よしよしよし。もうこんなつまらんトラップには引っかからん。よし。これなんだろう、飛び越すのか。おい、これ何なんだろうね。生贄なのかね。飛び越しちゃっていいのかな。なんかかわいそうだけど。うわー、ちょっと、あれ、今上に博士いたよ今。なんでこれ前の話なの。パート1と同時進行してる話なのか。今上のパイプっぽいの博士が抜けてたよね。博士はなんかペットみたいなところで弱って休んでるんじゃないのか。どういうことだ、謎は深まる。じゃあこれ勝てるの、これはどうすればいいんだ。あれは勝てないな、どうやら頑張っても2人以上いる場合は勝てる気がしない。なぜ博士が、謎が深まる。あ、忘れてた、クソ。おー、なんだ、失敗した。よし、これでも上に引っ掛けたりするとこないからね、別にないよね。これ何なのこの子は。これ何なんすかこれ。はい、博士もなんかよくわからん、よちよち歩きしてるし。こいつは何なんだろうね、趣味なのかこれ。こいつのどういう趣味だこれ。こいつに捕まるとこうなんか落とし穴に落とされてしまう。どういうことこれ、何の演出をしてるんだ。
わからん。こう助けるふりをして漁師につけ込む作戦なんだろう、これは。生贄作戦。これ倒せんよな、多分これはどう頑張っても。盾が2つある限りは先に進める気がしない。うまいことタイミングよく打てば倒せるかな。これダメでしょ、これは。難しい。こいつは何なんだ一体、全体。俺を一緒に踊ろうと言ってるかもしれないよ、これは。俺のリズムに乗れと。ちょっと付き合ってやろうか。よし、山下温度。一緒に踊るか。ワンデイズナイト。ワンデイズイズクレードルナイト。We're gonna fall down, pretty mama. What does it on your light?The former is a garret, the river of the high, and the wicked spell without the more. 博士を追いかけなくちゃ。今だ。おっしゃ、おっしゃ、かなり際どいタイミングだったな、倒せた。これいけるわ。ああ、タイミングじゃない。奴のシールドが消えるその瞬間に発射する。あー、惜しい。ちょっと早かったか、まだ。おい、どうもギリギリだな。1234567891011121213141415。今、よし、16。まあいいや、それは。よしよしよし。これはどういう状況なんだ。博士が上から助けに来ようとしてるの、山下に合流しようとしてる。来なくていいのに、別に。今だ。あー、違うか。今さ、よし、やっとここに来れたぞ。さっきしょうもない死に方してしまったからな。ただ登ったらすぐシールドを貼る。そしてあれは壊せるのかな。壊せるシールドか、あれは。あ、壊せないシールドだ、あれは。これどうしたもんかな。下か、じゃあ下に行くのか。でも下に行ってもすぐ狙い撃ちされてしまうだろう。謎だな、これは。博士と山下の連携プレーがなければこれは打開できないぞ。ちょっと登る、シールド貼る。ああ、ほっか、俺は下に行こう。下に無知かな、無知を使うのかな。シールド展開。あと下行っても狙い撃ちされるもんね、あれ確実に。あ、落ちないんだよね、これ。これエレベーターなんだよね、これ。ムッチ。ムッチを食らわせるわけにもいかんしな。近距離だったらタミヤン効くとかせようもないか。うわ、怖い。怖すぎる。怖いよ。うわー、ちょ、待て待て。シールドが、くっそ、なんか貼れなかった、なぜか知らないが。すぐシールド。シールド。シールド展開。5、4、3、2、1。これ、無知。あれ、無知じゃねえか。無知関係ねえか。でもこれ、どうしたもんか、博士が何かしてくれるはずだと思うな。任せ、頼めよ。やばいやばい、また作れなくなってる。シールドが、あれ、シールドが作れない、なぜだ。エネルギーか。
エネルギーが切れるんだ、シールドあんまり作りすぎると。で、まあ、何かあれ、ちょっと待って、ま、やっぱり、あああ、お、逃げちゃい届く距離、あー近づきすぎた、くそくそ近づきすぎたもんかな。でも下ではないと思うんだけどな。まあダクトが怪しいと考えても、あの上の排気口ダクトは。その銃を弾き飛ばせ。お、やった。あー博士ちょっと待って、ビーム打っちゃう、ビーム打っちゃう、なになに、ごめんごめん。おー、博士久しぶりだな。これはちょっと感動のシーンだな。これは抱擁とかしてもいいんじゃないか。でも博士でどうしよう、2人で行けばいいってもんでもないだろこれ。結局下行くんだろ、下行くんだよね、こっちじゃないんでしょ。ちょっと博士大丈夫、あんなの上だよねやっぱり。いや下だ、行けますか、行きますか、やってみますか。わあ、ちょっと博士ナイスすぎる。拾ってたか、あの転がす弾の武器を。やるな博士。いやー助かりました。おお、なんだ、びっくりした、本当に抱き合うのかと思った。今ちょっと一瞬ドキ、気持ち悪いなと思ってしまった。博士は上から行くと、山下は下からか。あ、またかこれ、またか、また毒ガスが噴出するか。ここはやっぱりごめん、いけないかな。あ、いけた、よし。ああ、今見逃してた、今見逃した、分かってたはずなのに今。